はい、よろしくお願いします。今回は数三の工事導管数丸一をお送りします。で、ここから工事が始まって、まあ、問題今回は4問まずねスタートやりますんで、一回ね動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はポイントを入れておりません。まずは工事導管数って何ぞやから行くとですね、今までみんな微分やってきたじゃないですか。で、まあ y っていうのがあって、微分するとまあ y' になりますよね。で、この1回微分したものを第一次導管数って言うんですよ。数字の1で第一次導管数で、この今までこれしかやってないんですけど、じゃあその1回微分した y' をもう1回微分したらどうなんのって、 y2' になるんですよ。で、これ読み方が、俺高校の時にダブルダッシュって呼んでる友達がいて、もしそっちが正解だったらごめんなさい、自分ちょっと2ダッシュって呼んじゃうんですけど、で、これが2回微分してるんで、第2次にね、第2次導管数で、これずっといける。じゃあその第2次導管数もう1回微分したら3ダッシュだよっていう、これ第3次導管数ですね。で、こんな感じでどんどん微分って続いていけるんですけど、その、この2次より上、第2次、第3次、第4次っていう、2次よりその上の数を、これを工事導管数って言います。で、第1次は入らないんですけど。で、やることは一緒です。もうずっと微分のルールとは変わらないんで、ただめんどくさいっていう。で、例えばこの1番のところは、その第3次までの導管数求めなさい。これテストとかでは、第3次を求めなさいもあります。第3次だったら、その y、3ダッシュだけ求めればいいんですけど、第3次までだったら、その第1次、y ダッシュ、y2 ダッシュ、y3 ダッシュ全部書きます。いいかな？テストの時はね、第3次をのが多いイメージもありますけど。で、まず、y ダッシュ。もうこれはね、今までやったルールに沿ってやっていくと、4x3 乗ですね。で、次の、y2' は、これを微分すればいい。だから難しいことは何もないです。ただ単純にこれを微分しよう。ね、x3 乗の3が前に出てくる。4と3かけて12になる。肩の次数が1個下がるからこうっていう。こういう感じです。で、これを微分すると、y3' はまた同じようにやれば、24x になって、これで終了。第3次までのっていう。が求めることができます。で、次もやっていくと、sin 2x なので、まず y' は、sin はね、単純に cos に変わるから cos 2x になりますと。ただ、x の部分が 2x に置き換えられているので、2x を微分したもの、つまり2をかけて、こうなります。こうですね。じゃあ、こいつを微分する y2' は、cos を変えると、マイナス sin になります。だから、マイナスが出てきて、sin2x になりますと。で、さっきと同じように 2x 置き換えをしているので、2が前に出てくる。じゃあ、もともとある2とくっついて、マイナス 4sin2x となりますと。で、同じように、このね、マイナス 4sin2x を微分すると、しまったなぁ。ちょっとね、右が、うん。もういいか、いいか。使うんであれなんですけど、y3' は、サインがね、さっきと同じ、コサインに戻りますと、コサイン 2x。で、2が出てくるので、マイナス8、コサイン 2x となって、これで終了です。で、ラストが、xe の x 乗なんで、積の微分を使っていきましょう。y'。まあ、こっちから行こうか。こっち微分して、こっちそのまんま。すると、e の x 乗ですね。足すことの、こっちそのまんまでこっち微分。ただ、e の x 乗は微分しても e の x 乗なので、xe の x 乗と。で、これは e の x 乗でくくりましょうか。1プラス xe の x 乗。まあ、x プラス1の方が綺麗だけどね。まあ、まあ問題ないでしょう。で、じゃあそれを微分していきます。y2' が、じゃあこっち e プラス x がセットなんで、こっち微分して、こっちそのまんま。まあ、e プラス x は微分したら1になっちゃうんで、同じように e の x 乗、プラス、こっちそのまんまで e の x 乗を微分するけど、まあ、変わらないんでね。
これちょっと右がちょっと怪しいんで下行きましょうか。イコールでくくるとこっち1があるから2プラス x の e の x 乗となります。まあこうなるとね y3 ダッシュは多分ああなるだろうっていう予測はつくんですけど、まあやっていきましょう。2プラス x こっち微分してこっちそのまんま e の x 乗プラスこっちが、そのまんまで e の x 乗微分してねってなるんで、またまとめると3プラス x の e の x 乗となって、これで終了となります。なので、まあ、大何次のね、導管数になったとしても、その微分していけばいいよっていう話なので、まあ、微分いっぱいやりますけどね。まあ、こんな感じでやってみてください。で、次のですね、大 N 次導管数を求めようっていう、つまり N 回微分した時の、その導管数を求めなさいっていうタイプの問題。これに関しては、もともと与えられてる、その関数があって、それをひとまず、第2次か第3次ぐらいまで求めます。求める。で、求めて何を探すかっていうと、規則性を探します。自分の中でね。で、まず1番から、1番でね、これやっていくと、まあこれ一応こう書くか。x プラス1のマイナス1乗って考えれば、1回微分したものは、マイナスが出てくる。出てきて、これがマイナス2乗になるので、マイナスが出てきて、分母が2乗に増えますと。こうなりますよね。じゃあ、どんどん行きましょう。2ダッシュ。で、今度はここがマイナス2乗になっているので、マイナス2が出てきます。で、自分の中ではマイナス2が出てくるので、マイナスがプラスに変わりますよね。で、あえて書きますね。あえてプラスに書く。ここが符号が変わっていくんだなって。で、数字も1が2に増える。で、ここが、x プラス1の3乗。で、ここまでで判断できること、予想だよ。予想で判断すると、符号がマイナスプラスマイナスプラスになりそうだなって。数字、上の数字が1、2、3になりそうだなと。で、ここのね、肩の数字が2乗、3乗、4乗になりそうだなって感じるんですけど、でも自分心配性なんでもっといきます。はい、3ダッシュいきましょう。今度は、ここがマイナス3乗です。今、状態としては、こうですね。これ書き換えると、こうなってる。だから微分するとマイナス3が出てくるんで、マイナス6になるんですよね。つまり、1、2、3になるかなって予想は外れましたと。ただ、符号はマイナスになってるから OK。肩の数字が6。で、肩でね、上の数字が6で、ここは3乗にな、あ、4乗になりますと。こうですね。っていう感じ。じゃあもう一個行きましょうか。まあ、ここまででもね、気づける方多いと思うんですけど、4回微分ですね。で、やっていくと、今度マイナス4が出てくるんで、プラスに変わって上が24になります。で、まあ、ここはね、同じように5乗になりますと。じゃあ、これが N 回微分したとき。で、N 回微分は、y のカッコ N。こう書きます。N 回微分ね。じゃあ予想していこうと。で、どう考えるかっていうと、パーツとしては3つです。符号の部分、分子の部分、分母の部分です。で、簡単なのはまず、じゃあ符号からいきましょう。符号は、1回微分したらマイナス、2回微分したらプラスってなってる。で、符号のね、規則性っていうのはマイナス1の何乗でやります。N 乗だったり、N プラス1乗だったり。で、今、これを N 乗設定ですると、1回微分したとき、1ね、N が1回微分したとき、マイナス1の1乗なんで、負なんですよ。1回微分のとき、負。2回微分、2乗すればプラスになるから当てはまってますよね。つまり、この符号の部分はこれで対処ができましたと。もしこれが、プラスマイナス、プラスマイナスになってたら、N プラス1乗とかにすればいい。こうやって。1個ずらしてあげれば、変わるからね。まあ、今回は N 乗で OK。じゃあちょっと配置をね、その前に合わせましょうか。こうなって、下の方が簡単かな。X プラス1は固定です。で、数字を見ると、1乗、まあ、1回微分の時は2乗、2回微分3乗、つまり3回微分4乗ってなってるから、ここの数字より1個多いんですよね。つまり、N 回微分だったら、ここは N プラス1乗になるはずだと。これは規則性で読める。で、ラストですね。この1、2、6、24の数字が気づけるかってとこなんですけど、これ、色変えますね。1はですね、1の階乗なんですよ。これ2が2の階乗、6が3の階乗、24が4の階乗になってます。そう。だってこれ、
その肩の数字が出てくるから3をかける4をかける5をかけるって増えていくんで、これ階乗になってるんですよね。でそれに気づければ微分1回は1の階乗、2回2の階乗、3回3の階乗、4回4の階乗、じゃあ N 回だったら N の階乗だよねっていういうことに気づけるんで、これで終了。で、まあ、これはちょっとまとめた方が綺麗なので、下行きましょうか。x プラス1の n プラス1乗分のマイナス1の n 乗、n の解乗と。これで終了。はい。まあね、まあ、見てた方は、おいおい切れてるぞと思ったかもしれない。ごめんね。ちょっと右に行きましょう。それバシッと決めたつもりが全く決まってない。n プラス1乗の、どこだ？マイナス1の n 乗かける n の階乗と。入ったでしょ。お、下の線が怪しい。マジか。あれか、俺が右下がりになってんのか、これ。あ、てかごめんね、ここ入ってなかったんだね、そもそも。ちょっと下げます。気づくのが遅くてごめん。入ってなかったね。はい、という感じで、ちょっとぐだりましたけど、まぁ、こんな感じでやってもらえたらと思います。いいかな。なので、規則性に関しては、まぁ、こうやってね、何回までっていうあれはないですけど、ひとまず自分は第3次までやります。第3次でもちょっと怪しいなと思ったら、第4次を、4次までね、やってチェックして、で、それぞれ、まぁ、今回は符号と分子と分母っていう3つのパーツに分けましたけど、それぞれにおいて規則性で置くと、N を使って置く。で、あとは綺麗にまとめれば、答えを導くことができますので、ぜひね、こんな感じでやってもらえたらと思います。では、今回は、高次動関数の丸1をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。